今日は宇佐市安治夢町下毛にあります安治夢ぶどう酒工房にお邪魔しています。こちらのお店は、雰囲気がいいんですよね。この雰囲気は蔵をイメージしているんじゃないかなと私は感じておりますが、詳しいお話を、西村葉月さんにお話を伺いします。こんにちは。こんにちは。西村さん、こちらのお店はしっとりとしていますが、やはり蔵をイメージしているんでしょうか。そうなんです。また温かい雰囲気でですね、お客様にお楽しみいただけるようにしております。この土壁と木の雰囲気にワインがやっぱり合いますね。そうですね。各種いろんなワインがあるようですが、ちょっと簡単にご説明いただけますか。こちらは2001年に開園いたしまして、こちらはワイン、ブランデー、リキュールといったお酒の製造販売を行っております。はい。ワイングラスなどもあるようなんですけれどもですね、そして今一番、私は気になっておりますこの後ろのスパークリングワイン、なかなかですね売り切れていたりとかいうようなことも聞いたことありますが、今日はなんかあるようですが、もうこちらはもう最後のスパークリングワインだそうですね。はい、2012年のヴィンテージが終わりまして、今度は13年のヴィンテージが11日から、発売いたします。はい、こういったスパークリングワインも皆さんのお楽しみの一つかと思います。さあ、今日は2015樽開きについてここからお話をお伺いしたいと思いますが、西村さん、この樽開きは、毎年この時期に行っていますが、一番のおすすめは何でしょう。一番のおすすめは樽抜きワインになります。もう樽抜きワインといえばこの場に来て、樽から直接、ワインを詰めてもらって、買えるということですよね。そうなんです。この場で、担当の者が詰め替えまして、ここで販売いたします。この樽抜きワインの良さは何でしょう。やっぱりオリといってで、そのブドウの旨味成分なんですけども、それが入っても樽からその場で抜くので、かなり旨味成分がしっかりとしているワインです。美味しいんでしょうね。美味しいですその場で飲みたいっていう方いらっしゃると思いますが、これはどうなんですか。申し訳ございません、シーンがですね、なくて数が一樽数限定なためですね、お味見がちょっといけないんですけれども、お買い求めいただいてお飲みいただければと思います。はい、もうこの辺はですね、皆さんにちょっと、ご了承いただきたいというところですね。さあ、そして、樽抜きワインの他に楽しいイベントもあるようです。簡単に教えてください。はい、園内の方では音楽会が一日開催されておりまして、あとは製造の担当の者によるテイスティングの体験、はい、あとはグラスの展示などを行っております。グラスの展示は今年初の試みだそうですね。はい、今年4月今月からですね、グラスの展示を樽貯蔵庫の方で行っております。はい、紀元前のワイングラスがあるということですが、本当ですか。本当です。かなり美しいグラスでですね、はい、そういうのレアなものというかですね、かなり貴重なグラスの展示を多数いたします。誰が使ってたんでしょうねすごく気になりますが、これも皆さん見てのお楽しみということです。さあ、そして当日は、2日間、JR 柳ヶ浦駅より、シャトルバスを運行するそうです。ぜひお越しの際はバスをご利用にてお越しください。また車でお越しの際はやっぱりドライバーさんを連れてきていただきたいですよね。そうですね、ドライバー様と一緒にぜひ遊びにいらしてください。はい、わかりました。それでは皆さん、ぜひこの2日間はワインを楽しんで、この大自然の中でゆったりとしていただきたいと思います。今日は詳しいお話をお伺いしました西村葉月さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。続いてのお知らせは4月5日に行われます古墳桜祭りについてお伺いします。お話をお伺いするのは実行委員長の前田直美さんです。こんにちは。こんにちは。前田さん、初の試みの桜祭りですが、これはまた宇佐不動機能家の古墳の中でするという素晴らしい試みですね。はい、今回ですね、初めての取り組みなんですけどね、宇佐市民の皆様方に、桜のね、この資料館の桜をちょっとね見ていただきたいっていうのが、一番の私の、考え方なんですね。はい、そしてまたこの素晴らしい歴史のある、古墳がたくさんあると場所で、はい、こういう桜の祭りをするっていうのは私はいいなと思うんですけど、大変だったでしょ。はい、いろいろですねその準備ね今やってるところなんですけどね、ほぼ9割方はもう準備終わってます。やはりその宇佐市民の方に、このうどきの川、こういう古墳の、
6つの古墳があるんですね、6個ね、はい、まあ、そういう古墳があるのもやっぱりこう知らない人がおるんですね。だからぜひ今回そういうのをですね、あの見学をして、あの仏の丘の良さをちょっと知ってもらいたいというのもあるんですね、はい。こういったですね、もう宇佐には素晴らしい宝があるよというのをですね、地元の皆さんが今回は一丸となってご紹介する桜祭りということでございます。もう見事な桜が楽しめるのはご存知の方はいらっしゃると思いますけれどもね。さあ、そんな桜の中で今回はどんなイベントを企画してるんですか？あのまずですね、あのメインステージはあの覚悟っていうあの古墳の中でやるんですけど、院内の龍神太鼓をはじめまして、日本舞踊とかそういう方々の協力を得まして、あの行います。それとあとですね、出展がですね、やっぱり12、3件ぐらいあの来るあのようになっています。そのイノシシ汁をですね、ぜひ皆さん方にこう味わっていただこうということで、大きなあの300食ぐらい用意しまして、やる予定です。あとはですね、あの前菜 の, あの無料ですね、これを食べていただこうと思って、あと最後ですね、あの、まあ、3時頃になると思うんですけど、餅まきをやりますので、ぜひこれもですね、参加をしていただきたいというふうに思っています。あ、もう本当に盛りだくさん。そして地区の皆さんのおもてなしの精神がたっぷりですね。そうですね、やはりやっていただく以上ね、皆さん方にやっぱり何かのこう楽しみというのをね、あの味わってもらわなきゃいけないということで、まあちょっと苦労したんですけどね、まあ、それを今から苦労なんですけど、まあやろうかなと思ってます。はい、もうぜひ当日は楽しみにしていただきたいと思います。駐車場は周辺にご用意しております。このまず一つ目が歴史資料館の駐車場、そしてもう一つは、宇佐運動公園の駐車場ということになっておりますんで、お近くの駐車場、大駐車場ございますんで、ご利用いただいて近くまで歩いてお越しいただきたいということですね。もちろん歩く際には桜のトンネルができておりますんでね。そうなんですね、これを見ながらね、あのステージまでか、メイン会場までね、はい、あの来ていただきたいというの思います。はい、わかりました。ぜひ第1回目古墳桜祭り、皆さんたくさんの方のお越しをお待ちしております。今日は実行委員長の前田さんにお話を伺いしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。よろしくお願いします。さあ、続いてのお知らせは4月29日に行われます金瀬山の山開き安全祈願祭について、宇佐市観光協会の石田さんにお話を伺いします。石田さん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。石田さん、久しぶりお会いしました。また一段と体つきが大きくなりました。はい、華奢ですので、あの服が着れるようにいつも石田さんはあの筋トレがご趣味ということで、はい、この山開きに合わせてですね、体力をつけていらっしゃるかのような。はい、そうです ね、もう、はい、多くの参加者に僕の体を褒めてもらえたらなと思ってですね日夜トレーニングを積み重ねてます。はい、皆さんの安全も守っていただきたいと思っておりますが、さあ早速お話をお伺いします。4月の29日、はい、いよいよ金瀬山に、登れる日が来るということなんですけれども、はい、こちらは毎年安全祈願を行ってからスタートなんですね。そうですね、8時半よりですね、はい、あの安全祈願祭ということで神事を行いまして、はい、その後にですね、まああの任意なんですけれども登山客に登山をしていただくという形で、はい、その時は私も同行させていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。はい、あの石田さん、この金瀬山ってのはだいたい標高がどれぐらいですか？標高がですね758メートルということで、目岳、尾岳ということになっておりまして、二子ブラクダのような感じでですね、目岳という山がありまして、はい、で1回また下りまして、またそこで尾岳というものに登ってですね、尾岳の標高が、まあ、758メートルということになっております。はい、であのこの時期の金瀬山のいいとこはシャクナゲの花が見れるというところらしいですね。そうですね、あの4月の下旬から、5月の上旬にかけてシャクナゲがあの咲くということでですね、まあ、気候によって左右されるんですけれども、その辺の、まあ、花を見ながら、登山ということも一つの醍醐味となっておりますので、はい、ふるって参加いただければなというふうに思っております。さあ4月29日、地元の皆さんのですね婦人会の方によるおもてなしもあるということですので、ぜひ皆さんお越しいただきたいと思います。そして、石田さん、この日は当日自由参加でよろしいんですか？そうですね、はい、まあ、できればあの前もっていただきたいこともあるんですが、保険の兼ね合いもあるんですけど参加できますので、はいはい、どこに行ったらよろしいですか？はい、高波地区のですね、387号線で言えば、円座の、交差点を高波方面に行っていただければですね、はい、あとはまっすぐ行っていただければ、
登山口、第一登山口の駐車場が見えてきますので、はいはい、そちらで、安全祈願祭の方をしております。そして、当日のお問い合わせなど詳しいところは、はい、観光協会で、そうですね、宇佐市観光協会の、0978-37-0202まで、はい、お電話いただければと思います。はいはい、ということで皆さん、いよいよ夏に向かってですね、気候が良くなってまいりますが、楽しく登山をしていただきたいと思います。それでは最後になりましたが、マッチョな石田さんが皆さんのお越しをお待ちしております。何かあった時はこの石田さんに、いろいろ聞いていただきたいと思います。それでは最後に PR お願いします。こめかみ山、あ、すみません、必ず山登山、すごい楽しいので、皆さん来てください。待ってます。